こんにちは、ゆずきです。本日の動画は GU 購入品紹介になります。はい、先週の動画で予告した通り、今週は GU 購入品をご紹介していこうと思うんですけど、今回は14点、約3万円分のお買い物をしてきました。たまたま購入品を組み合わせたらコーディネートでご紹介ができそうなので、コーデもちらっとお見せしながらご紹介していこうと思います。それでは早速スタート。はい、まず1コーデ目はこんな感じです。ノースリーブにサンダルで真夏のコーディネートです。このコーディネートに使ってる商品は、まずトップス、メッシュセーター過去ノースリーブのブラック S サイズ、値段が1990円です。次にスカートがメッシュナローニットスカート、ブラックの M サイズで、お値段が2490円です。そして最後にサンダル、ピーダブルベルトサンダル、ブラウンの M サイズで、お値段がお値下げで990円になってました。じゃあまずはこのセットアップからご紹介していきます。このトップスとスカートは別売りなんですけど、実はもう一つトップスがあって、こんな感じの半袖のスキッパーニットもありました。私はちょっと大人っぽくヘルシーなコーデにしたかったので、今回はこのノースリーブを選んだんですけど、ちょっと腕周りの肌見せが気になるなとか、よりカジュアルに着たい方はもう一つのトップスがおすすめです。こんな感じのざっくりしたメッシュ生地で、めちゃくちゃ風を通すので、すごい夏も涼しく着られそう。あとはこのトップスの丈がめっちゃちょうどいいなと思って、このウエストのゴムの部分をしっかり隠してくれるので、きれいめコーデに持っていきやすいなと思いました。ネックラインはこんな感じで結構詰まり気味なんですけど、まあ素材が涼しげなので暑苦しい感じはしないかなと思います。でトップスは S サイズを購入したんですけど、こういうトップスは割とジャストサイズで着た方が可愛いのかなと思って S サイズを選びました。すんごいゆとりあるわけでもなく、すんごいフィットするわけでもないので、スカートと合わせればきれいめな印象になるし、デニムと合わせればカジュアルな印象になるので、すごい使い勝手がいいんじゃないかなと思いました。続いてトップスと同素材のスカートなんですけど、これは M サイズにしました。 S サイズだとちょっと丈が短いような気がして M サイズにしました。身長160センチの私で、くるぶしがしっかり見える長さでした。この左側の部分だけ結構ね、大きめのスリットが入ってて、めちゃくちゃ抜け感があって可愛いです。メッシュ素材なんですけど、この膝上ぐらいまで裏地がついてるので、下着が透ける心配はありません。膝から下はメッシュ素材だけで透けているので、すごいナチュラルに肌見せできるアイテムやなと思いました。はい、続いてこちらのサンダルは、このふっくらとしたダブルベルトに惚れて購入しました。伝わるかな、このパフパフした感じ。このソールの部分はブラックで、ベルトの部分がちょっとキャメルっぽい明るいブラウンなんですけど、この配色もめっちゃ大人っぽいですし、シンプルなコーデに取り入れるだけですごい差し色になるかなと思います。で、私が24センチ寄りの 23.5 センチを購入したんですけど、 L サイズでぴったりでした。ここにもベルトがあるのはもちろんなんですけど、この後ろのね、かかとの部分でも調節できるので、正直どんなサイズでもぴったりはまると思います。これはさっきコーデでお見せしたように、スカートコーデにも合いますし、スカートに合うってことはワンピースにも合いますし、もちろんシンプルにデニムとかと合わせても合うと思うので、デイリー使いにすごいおすすめです。それでは2コーデ目に行きましょう。はい、2コーデ目はこんな感じです。またまたセットアップコーデです。このコーデに使ってる商品は、まずこちらのシャツ、リネンブレンドオーバーサイズシャツ、オレンジの S サイズで、お値段が2490円です。そしてこちらのショートパンツがリネンブレンドショートパーツ、オレンジの S サイズで、お値段が2490円です。そしてサンダルが先ほどご紹介したものになります。はい、このセットアップは先週の動画でも登場したアイテムなんですけど、これもまたまた別売りでした。リネンの優しくて涼しい素材なので、めちゃくちゃ夏にぴったりだと思います。トップスは S サイズを購入したんですけど、 S サイズでも十分ゆるっと着られるので、このサイズにしました。袖もね、意外と長くて手の半分は隠れちゃいます。丈もお尻がすっぽり隠れるので S サイズで十分かなって感じました。で、ショートパンツも同じく S サイズにしました。結構足回りがゆとりのあるサイズ感だったので、大きすぎるとちょっとダボダボしすぎるかなと思って S サイズを選んでます。でウエストはこんな感じでタック入りなので、すっごいシルエットが綺麗ですし、ボタンじゃなくてこういうタイプなので、それもすごいいいなと思います。でも後ろがこんな感じでゴムで伸びるので、履き心地もすごい楽ちんです。シャツはキャミワンピースの上から羽織ったり、ちょっとシンプルなコーデにたすき掛けとか肩掛けして差し色として使うのもいいと思いま
ます。このショートパンツは例えばこういうサファリハットとか合わせてバーベキューコーデとか夏のイベント行く時とかにめっちゃぴったりだと思います。実はこちらのサファリハットも GU で購入したものなのでご紹介します。こちらが UV カットフリンジサファリハット、ホワイトでお値段が1990円です。 UV カット機能付きはさすがにありがたすぎませんか。この帽子は結構ねつばが広めでフリンジがついてるのもすっごい可愛いです。こういうアジャスター付きなのでちょっと風強い時とかはグッて締めれば帽子は飛んでいかないです。ちょっとダサくなっちゃうんですけどね。普通にキャミワンピースと合わせてちょっと綺麗めなリゾートスタイルにももちろんマッチしますし、先ほどお見せしたようにちょっと元気なイメージのコーディネートにも合います。おしゃれに紫外線対策できるってめっちゃ嬉しいですよね。こんな感じでねここを外せるので紐なしでハットのみで着用することもできます。めちゃくちゃ便利。それでは参考で見に行きましょう。はい、参考で目はこんな感じです。またまたノースリーブのワンピースにサングラスなんかかけちゃって夏の大人っぽコーデです。このコーデに使ってる商品はまずこちらのワンピース、リブニットワンピースベージュの M サイズでお値段が2990円です。そしてこちらのトートバッグがメッシュトートバッグベージュでお値段がお値下げで990円です。そしてこちらのサングラスが UV カットスクエアフレームサングラスベージュでお値段が990円でした。このワンピースがもう最強に可愛いんですよ。ほんまに可愛すぎる。まずこのカラーを見てほしい。何この絶妙な可愛すぎるカラー。一応カラー名はベージュなんですけど実物はちょっとグレージュっぽい感じです。このニュアンスカラーが最高に可愛いんですよ。でさっきコーディネートはこんな感じでベージュの小物と合わせたんですけど、こういうニュアンスカラーのアイテムには黒とか白とかパキッとしたようなカラーではなくてベージュみたいにちょっとくすんだようなアイテムを合わせて全体的にぼかしたコーディネートにした方がよりおしゃれにすると思います。サイズ M サイズを購入したんですけど、割とねこういうリブニットのアイテムってピタッとした方が可愛いから S サイズにしようかなと思ったんですけど、意外とね丈が S サイズと M サイズとじゃ差があったので長めに着たかったので M サイズを選びました。リブニットのワンピースって結構たくさん売ってるんですけど、割とねボディラインがめちゃくちゃはっきり見えちゃうようなシルエットのものが多くて、でもこれはそんなに体のラインを拾わないんですよ。それがめちゃくちゃありがたいなって思いました。あとはネックラインがこんな感じでねスクエアネックなのですっごい顔周りすっきり見せてくれます。バックスタイルはこんな感じになってます。こういうワンピースってインナー問題があると思うんですけど、普通にいつも通りのカップ付きのキャミソールで全然着られました。いやこれはかなり推しアイテムです。はい、続いてこちらのバッグですね。この夏らしさ全開のデザインに惹かれたんですけど、近くでお見せするとこんな感じです。夏って日傘とか飲み物とか日焼け止めとかやたらと荷物が多くなると思うんですけど、それがすっぽり入る大きさです。おしゃれな大きいバッグってめっちゃありがたいですよね。海行く時とかプール行く時とか水着もしっかり入る大きさだと思うので、そういう時にぴったりなんじゃないかなと思います。はい、続いてこちらのサングラスなんですけど、これ実はユニセックスのアイテムみたいで、私が買ったこのベージュともう一色ブラックがあるので、カップルでお揃いとかでつけたらめっちゃ目を引くカップルになると思います。こんな感じでスクエア型なんですよ。で結構ね広い。私がめちゃくちゃ童顔なんですけど、これをつけたら大人っぽく見えませんか。どうですか。しっかり UV カット機能付きなのでおしゃれしながら目を守れるっていうのも嬉しいポイントかなと思います。のね、ちょっとブラウン寄りのベージュのカラーがこなれ感抜群でコーデに取り入れるだけでめちゃくちゃ様になります。それでは4コーデ目に行きましょう。はい、4コーデ目はこんな感じです。今回はミニワンピースを使ったコーディネートです。このコーデに使ってる商品はまずこちらのワンピース、キャミソールニットワンピースオリーブの S サイズでお値段が2490円です。そしてもう一つがこちらの靴下になります。こちらがラメシアソックスブラックでお値段が290円でした。はい、まずこちらのワンピースなんですけど、結構ねタイトなシルエットで体のラインを拾うアイテムなので好みが分かれちゃうかもしれないんですけど、私はめちゃくちゃ好きです。この肩紐の部分がめっちゃ可愛くてね、こんな感じで2つストラップがついてます。バックスタイルはこんな感じで紐が交差してるのでそれもめっちゃ可愛いなと思いました。
これは今私が着てるように T シャツと合わせたり、これ1枚で着てキャミソールと羽織ったり、すごいコーディネートの幅が広がるアイテムだなと思いました。はい、そしてこちらの靴下も GU で購入したんですけど、こんな感じでね、シアー素材で、しかもラメ入りなんですよ。めっちゃ可愛い。前の動画で黒の靴下に黒のスニーカー合わせハマってるって言ったと思うんですけど、やっぱり黒と黒を合わせるとかなり重たく見えてしまうので、靴下がこんな感じで透け素材で、しかもラメが入ってたらいつもよりは軽く見えるし、すごい足元もおしゃれで華やかになるなと思って購入しました。この夏たくさん使いたいと思います。それでは最後のコーデに行きましょう。はい、最後のコーデはこんな感じです。はい、これは正直に申しますと完全に甘いものコーデです。で、コーデとしては少しだけ納得いってないんですけど、アイテム一つ一つはすっごい可愛いのでご紹介していきたいと思います。このコーデに使った商品がまずこちらのトップス、ピブクロップのカーデガン、オリーブの S サイズで、お値段が1990円でした。で、このトップスは大型店限定の商品です。そしてこちらのパンツ、レースイージーパンツ、ナチュラルの M サイズで、お値段が2490円でした。こちらのシューズがレインブーツ、オリーブの L サイズで、お値段が2990円でした。はい、最後はちょっとね、コーデというよりかはアイテム一品一品ご紹介していきたいと思います。まずこちらのトップスなんですけど、めっちゃ可愛くないですか、このカーデガン。こんな感じでボタンが一つついていて、なのでネックラインはすっごい広めのラウンドネックです。ボタンもマットですっごい高級感あるんですよ。これをね、ちょっと外して羽織として着ることも全然できます。こういうシンプルなインナーと合わせて、デニムと合わせても可愛いですし、あとはさっきご紹介したこういうね、ワンピースの上から羽織っても可愛いと思います。しかもね、さっきご紹介したこのワンピースとね、めっちゃセットアップみたいに着れるんですよ。この合わせもすっごい可愛かったんですけど、ちょっとこれはスニーカーと T シャツと合わせたかったので、今回はその合わせはしなかったんですけど、キメワンピースの上から羽織るのとかもすごいスタイルアップ効果もあるし、めちゃくちゃいいと思います。続いてこのパンツなんですけど、すっごいね、このレース柄が爽やかで夏らしくて女性らしいアイテムなんですけど、実はこのパンツも同素材のジレとセットアップで着用可能なんですけど、ジレもね可愛かったんですけど、ちょっとボタンが安っぽく見えるかもなと思って今回は買うのをやめました。私が M サイズを購入したんですけど、丈がねマジでぴったりだった。全然ね、S サイズでも短いことはないと思うんですけど、このぐらいね、ギリギリの丈が割と好きなので M サイズにしてよかったなと思います。で、こんな感じのね、花柄レースなんですけど、裏地が長めについてるので、本当にナチュラルなレース素材になって、すごいコーディネートに取り入れやすいと思います。で、パンツのシルエット的にもね、セミワイドなシルエットですっごい今っぽくて、素材は女性らしいのにシルエットがカジュアルなので、このバランス感もすっごい可愛いなと。はい、そして最後にこちらのブーツなんですけど、これマジでおすすめです。前回の梅雨コーデルックブックでもご紹介したんですけど、こんな感じのスニーカーソールのレインブーツで、めちゃくちゃコーデに馴染むんですよ。ここが長くてくるぶしが隠れるので、ワンピースとかスカートにもしっかりマッチしてくれます。で、私はこのカラーがめちゃくちゃお気に入りで、この上品なオリーブのカラーめっちゃ可愛くないですか。すごいコーディネートを一気に大人っぽく、ぐんとおしゃれに仕上げてくれる気がします。これから7月中旬頃まで雨の日が多いと思うんですけど、これはレインブーツなので、もちろん雨も弾いてくれますし、安心してお出かけできるアイテムだと思います。はい、コーディネートのご紹介は終わったんですけど、あと1点だけちょっとご紹介したいものがあって、それがこちらです。こちらが UV カットカーディガン、オールホワイトの M サイズで、お値段が1990円でした。ちょっとね、どんなコーデにも羽織れる UV カット付きのカーディガンを探してて、 GU でちょうどいいものを見つけました。はい、着るとこんな感じです。このカーディガンはもちろん UV カット機能付きで、しかも接触冷感なので、すっごい涼しい着心地なんですよ。私は M サイズを購入しました。サイズ的にはちょうど良かったかなと思います。で、ボタンもね、パッチンタイプなので、すぐ脱いだり着たりできるのも嬉しいポイントかなと思います。はい、ということで全ての購入品のご紹介が終わったので、エンディングに行きましょう。はい、いかがでしたでしょうか。私の GU 購入品紹介でした。今回は購入品プラスコーディネートでご紹介できたので、皆さんの夏コーデの参考になると嬉しいです。本日も最後まで見てくださりありがとうございました。バイバーイ。